フィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師。おはよう。今日も元気そうね。あ、おはようございます。これから仕事か？はい、もうちょっとしたら。そうか、頑張れよ。とある時代のとある場所、岩山の中にエルトナという小さな町がありました。そこは採掘を生業とする人々が住むほど暗い町。入り口はいつも大きな鉄の扉で塞がれています。扉は一部の人を除いて出入りすることは許されず、外から人が来ることもめったにありません。ひっそりと日々を過ごす閉ざされた町。ここに外の世界への憧れを抱く少女が一人。来たか、フィリス。すみません、長老、遅くなっちゃって。いや、構わんよ。わしらもつい先ほど着いたばかりじゃ。さて、早速じゃが、今日も仕事の方始めてもらおうかの。はい。聞こえました。それじゃあ取ってきますね。うん、よろしく頼むぞ。どこへ行くんじゃ。腹でも痛いのか。先にお仕事終わらせなくちゃ。今日の成果はどうじゃ。はい、こんな感じです。量、質、ともに申し分ない。さすがはフィリスじゃの。よかったです。私これくらいしかできないから。何を言うか。鉱石のありかがわかるというお前の力、わしらはずいぶん助けられておるわ。
前たち。まったくっすよ。本当にフィリスちゃん様様っす。最近は採掘量も減ってきてるからな。フィリスちゃんがいなかったらどうなることや。そんなこと。とにかく今日も助かった。仕事はもう終わりでいいからの。わかりました。ではお先に失礼しますね。見ていこうかな。朝から何も変わってないよね。ひょっとして急に軽くなってたりとか。もしかしてお姉ちゃんのことを迎えに来てくれたの？うん、偶然ここにいただけ。っていうか帰ってくるの今日だったっけ？もっと先の予定だったけど、狩りの調子がよくって荷物を持ちきれなくなったから戻ってきたの。しばらくご飯が豪華になるね。フィリスちゃんが好きなウサギさんもたくさん取ってきたから、どんどん食べてちょうだいね。やったー、リアネ大好き。で、それはそれとして、お外はどうだったでしょ。外から帰ってくるといつもそれなんだから。何かすごいものあった？ちょっと待った。外のことより私のお仕事が先。お話はその後ゆっくりしてあげるからね。はい、じゃあ私もついてくね。お仕事が終わったらすぐに聞かせてもらうから。はいはい、分かってるわ。お、おーリアーネ戻ったか。して成果はどうじゃった？繁殖期に重なったこともあり上々です。これでしばらく食料と衣類には困らないかと。そうかそうか、それはご苦労じゃったな。いえ、取ったものは扉の脇に置いておきましたので、
後ほど回収をお願いします。心得た、ゆっくり体を休めるといいぞ。お待たせ。あら、どうしたの？お仕事してるリアね、かっこいいなって。じゃあ、普段の私はかっこよくないってこと？そんなひどいこと言う子には外のお話してあげない。違うの、そういう意味で言ったんじゃなくて。冗談よ、お仕事も終わったし約束通り話してあげる。からかわないでよ。ごめんごめん、フィリスちゃんが可愛くてついね。さて、何から話そうかしら。そうね、この間はお天気が良くて青空が一面に広がってたんだけど、あら、もうこんな時間？ちょっと話しすぎちゃったわね。やっぱりお外ってすごいんだ、私も行ってみたいな。そろそろ家に帰りましょう。父さんと母さんが心配するわ。いつかきっと、私も絶対。フィリスちゃん、帰るわよ。よし。
ただいま。おかえり、フィリス。リアーレもお疲れ様。長老から話は聞いたよ。帰ってくるんだったら連絡の一つでもよこしなさいよね。ごめんなさい、母さん。いいわ。私はご飯の支度をしてくるから、のんびりしてなさい。フィリス、今日もまたすごいせ、長老も喜んでたよ。フィリスはこの町の希望の星だって。そんなことないよ。私なんて功績拾いしかできないし。それよりリアネーの方がすごいよ。お外でたくさん獲物を取ってきたんでしょ。私こそ大したことはしてないわ。あれくらい誰だってできるもの。いや、リアーネも立派さ。二人ともできた娘で父さんは嬉しいよ。いいよね、リアーネは。だってお仕事でお外に出られるんだもん。私もお外行ってみたいな。ダメよ。外に出たいなんて絶対ダメ。魔物も出るし、危ない場所だってたくさんあるのよ。外に行ったところですぐに泣いて帰ってくるのがオチなんだから。でもリアーネだって。リアーネはいいの。あんたとは体の丈夫さが違うんだから。ほら、あんたからも。僕も。そうだな、確かに外はフィリスが思ってるほど楽しい場所でもないような。そういうこと。とにかく外に出るなんて絶対ダメ。わかったわね。よろしい。じゃあこの話は終わり。ほら、ご飯ができたから運ぶの手伝ってちょうだい。果てなく広がる大草原、どこまでも暗い迷いの森、朽ちた荒野に天をつく大樹。幾年月を要しても決して見果てぬ景色の数々。それらを見るべく風は今日も世界を巡る。旅人と共に青空の下で。ダメって言われても行きたいものは行きたいんだもん。おはよう。おはよう、フィリス。リアーネなら朝早く家を出て行ったよ。まったく、どこに出かけたのやら。あんたはどうするの？今日はお仕事もないし、お散歩にでも行ってこようかな。そうか、気をつけて行ってくるんだよ。
Mm-hmm.